ハウディ、ジェスターセラです。ジェスターさんの一問一答のコーナー。はい、一問一答ですね。今回の質問はこちらです。これもまあ聞かれるね。空いてる日を教えてください。はい。まあこれもざっくりした質問だからさ、どうしたらいいのかなっていうところはあるんだけど、まあまあお答えしましょうか。ディズニーランドもしくはディズニーシースペース混雑で検索をしましょう。そうすると混雑情報っていうのが出てくるサイトが出てくるんですね。まあこれも以前に話したと思うんですけど、それを見ていただいて、おおよその入場者数の予想人数っていうのはそこに出てますね。だいたい2万人から5万人6万人ぐらいが変動する値の幅なんですけど、この中で2万人ぐらいの日を狙っていくとまあ空いてますよ。はい。とはいえね、そんな日っていつなの、わかんないよ、あなた知ってるんでしょ、教えなさいよっていう方いるかもしれません。じゃあ特別にね、確実に空いてる日っていうのをお教えします。はい。それはですね、1月中頃の平日および2月中頃の平日です。はい。本当ね、ここ空いてるから、超空いてるから。あとはまあ空いてるかどうかの情報を見極める手段の一つとしては、パークのクローズ時間を見る、オープンとクローズの時間を見るっていうところですね。はい。オープン時間が遅くなっててクローズ時間も早くなってれば、それは空いてる日です。はい。なので事前にパーク情報とかで見て、クローズ時間何時だなっていうのを見た上で、まあまあ遅くなってるのは10時クローズなんですけど、10時クローズじゃないってなった時はそれはもう空いてる日ですから、そこを狙っていったらいいんじゃないでしょうか。はい、以上でございます。じゃあ次の質問でまたお会いしましょう。さよなら。ディズニー都市伝説本 D の伝説ブースにて絶賛発売中。販布価格は400円です。よろしくお願いします。